皆さんこんにちは、東山です。今日は6月24日の月曜日、時間は午後4時を少し回ったところです。前回のエピソードをアップしたのがもう約1ヶ月ぐらい前になるんですよね。結構空いてしまいましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。梅雨に入っている地域もね、少しずつ増えていると思うんですけれども、私が暮らしている長野県の森の中も結構毎日強い雨が続いたりとか、朝起きたら雨で、夕方遅くぐらいまで割と降り続けてるみたいな、そういう大雨の日もなかなかあったりとかしてね。でこういう気候というのは、この場所に引っ越してくる、日本に移住してくる前に十何年住んでいたスペインのアンダルシア地方、地中海沿いの町の気候とはもう全く違うんですよね。なんか一日中雨降る日ももちろんなくはなかったけど、こんなに頻繁になかったんですよね。なので日本に帰ってきたな、日本に暮らしてるなっていう実感が湧いています。であとね、6月17日に日本に帰国して丸1年が経ったんですよね。もうなんて早いんだろうっていう、ついこの間荷物まとめて犬たちとなんか引っ越ししてきた感じがするんですけれども、一応全ての季節をねこの場所で過ごしたことになりますね。で今日朝散歩している時に、犬のね散歩をしている時に、ご近所のお友達に、今日は暑くなるらしいよ、30度近くなるらしいよっていうことを聞いていて、で前の日ずっと雨降ってたので、なんかそういう影響もあって、こういう急に気温が上がる時は熱中症の人が増えるらしいよっていうことを聞いたりしてね。でまあ、私もちょっと今日町に行かないといけない用事があったので、まあ、用事といってもね、整体の後にジムに行くだけだったんですけども、昨日一昨日その2日ぐらいすごく低気圧で結構頭が重くなってたんですね。でまあデスクワーク結構長い時間パソコンの前に座っているので、どうしてもね肩とか首とかそういう部分が硬くなってしまって、合間にヨガの練習したりストレッチしたりするんですけども、また結構集中して何かに取り組んでると硬くなるみたいなことが続いて、ちょっと今日は背骨の歪みとか、あと肩首の硬くなってるところをほぐしてもらったりとか、あとはね抗菌っていう、ほっぺたに何だろう、こう縦に走っている筋肉の始まりが側頭部ですよね。こめかみからちょっと上の方にある側頭部のところにこうへばりついてる、頭蓋骨にこうへばりついてるので、そこをねすごくほんの触ってる程度っていう風に先生は言ってたんだけども、私にとってはすっごいそこが痛くて、まあ痛気持ちいいんですけども、でそこをね結構マッサージしていくと、頭痛とか首のこり、あと胸鎖乳突筋のあたりのこりとかにいいですよっていう風に教えてもらったので、これからねこまめにマッサージしながらちょっとデスクワークしていこうかなっていう風に思っています。そうで町から戻ってくると、森の方に戻ってくると、まあ標高が高いので全然もう暑さが違うんですけれども、でも6月末もうこれぐらいの時期から7月8月ってどんどんこれから暑くなっていきますので、なんかね水分補給をしっかりしながら、でちょっとバテそうになるんですけども、しっかり運動して体を動かしてこの夏をねこう乗り切っていきましょうね皆さん。はい、で私がちょっと一つねお知らせがあるんですけれども、私が最近こう
首とか肩をすごく凝るまでデスクワークしているのには実は理由がありまして、10月からオンラインでの先生術入門コースをスタートすることになりました。今もすでにね、先生術入門、初級講座、入門講座っていうのはオンデマンド形式でサイトで販売しているんですけれども、それとは違って Zoom を使ったオンラインでの一緒に勉強していくコースですね。でこれは10月の週末、土日を4日間使って各2時間半、まあ2時間半っていう風に書いてますけど、多分各日3時間ぐらいになるかな。全部で10時間から、12時間ぐらいのコースになっています。でオンラインの先生術先生学入門コースではどういう人に勉強してほしいかっていうと、西洋先生学をもちろんね初めて学ぶ人もそうなんですけれども、学んだことはあるけどそれ以上にもっとね深く学んでいきたい人向け、もっと体系的に学んでいきたい人向けのコースになっています。でこのコースを終えることによって先生学の基本となる天体が持つ意味だったりとか、星座サインですね、サインが持つ意味、そしてハウス、そういったそれぞれがどういうふうに私たちに影響しているのかっていう、そういう知識を理解することができるようになります。であとはね、中級コースでやったアスペクトも初級コース、入門コースの方で今度取り上げていきます。なので、入門コースではサイン、天体、ハウスに加えて、天体同士が持つアスペクト、角度ですよね。そしてそれらがチャート内でどういうふうに強調されているのかっていうことを私たちが理解することができるようになる。なのでこのコースを勉強してもらうことによって、このカリキュラムをしっかり理解することによって、やっぱり知識をね、先生学、まあどんな勉強でもそうですけれども、先生学は特に入門コースで勉強するようなそういったテーマの知識をしっかりと土台を積み重ねていく必要があるんですよね。理解を積み重ねていくこと、それによってチャート内に示された天体のメッセージとか、そのホロスコープチャートを持つ人がどういう人生の方向性に向かっていくのかとか、あとこの物質世界においてどんな考え方の癖とか、自分自身の行動パターンを持っていて、どういうふうなアドバイスをしていけば、まあこれは自分自身に対してもそうですけれども、自分のこう癖とか考え方のね、考え方の癖、行動の癖を見て、どういうふうなことを自分自身にヒントを与えていくか、クライアントさんにヒントを与えていくか、そういうふうな学びができるようになっています。この入門コースの情報はオフィシャルサイトの方にすでにアップしているので、ご興味のある方は、カリキュラムもね全て書いています。どういうことを勉強するのか、項目を全て書き記しているので、そうですね、チェックしてみてください。一応ね、定員は8名になっています。複数のメンバーと一緒に勉強することの利点というのは、各自のホロスコープを出していくことによって、それをみんなで勉強したことをもとにこう読み解いていくことで実践する経験がついていくんですよね。オンデマンドのコースとは全く違った内容になっていきます。やっぱり対面って言ってもオンラインですけどね、直接質問をもらったりとか、あと読み解き方のヒントだったりとか、私自身がこれまでたくさんの方のホロスコープを見てきたこの経験とかもね、いろんな場面で話していけたらなっていうふうに思っています。はい。なので最近はこの準備、あとまだちょっと今作ってるところなんですけども、テキストもすべて
新しく作り直すので、その準備だったりをしていました。まあ、このテキスト作りはおそらく9月下旬まで続くと思うんですけれども、で私自身も所属している先生術の研究科の方での勉強とか課題とかもあったりとか、あと今年の11月ぐらいからちょっとねまた深めたい勉強のテーマがあって、それが心理占星術ですね。心理学と占星術をコンバインした学びを体系的に学ぶということを始めたりとか、あとは前回の、放送でも少しお話ししたように占星心理カウンセリングの方で少しヒーリングの要素を入れていきたいので、そのことについての勉強も控えていて、割とね学ばないといけないこと、理解しないといけないことで、実践とかをしていかないといけないことが目白押しで、ちょっとね緊張もするんだけど、同時にねすごくワクワクもしていて、今までよりももう少しねセラピストとして、カウンセラーとして、占星術師として少し一段高いところに行けるように努力しないといけない今大切な時期かなというふうに思っています。そういうこともあって7月下旬から9月末までは個人セッションの方はお休みしているんですけれども、10月に入ったらまた再開して皆さんと個人セッションを通してこうお会いすることを楽しみにしています。あと一つですねお知らせがありまして、9月のリトリートですね。9月のリトリートはスケジュールが6日、7日、8日、2泊3日になっています。こちらもすでにたくさんの方が申し込みやお問い合わせをしてくださっていて、残りが4名様かなになっています。オンラインメンバーの皆さんは別の施設から別の施設で滞在して、私たち一般で参加してくださる方の、ビラに通ってくれる感じなんですけれども、メンバー入れると結構な人数になるのかな。はい、ヨガのリトリートって国内外でねたくさん開催されているんですけれども、私たちが今回大切にしたいことというのは記憶と思い出なんですよね。どういうことかというと結構夏ってイベントが多いじゃない。海に行くとか山に行くとかキャンプに行くとか川で遊ぶとか、なんかそういうとにかく出かけていくものですよね夏って。でみんなそれぞれ夏の記憶、夏休みの思い出みたいなのがあると思うんですけれども、割とそれって子どもの頃の記憶だったりしないですか。大人になるとなかなかねまとまった休みが取れないってい う, こう日本のね社会的な事情がありますし、なかなか日常から離れて自分自身を解放して純粋にその夏の思い出をしっかりと作ることができたっていう人がそんなに多くないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。私もそうなんですけれども、で日常にいると、まあ、日常生活っていうものがちゃんとベースにあるから、そこから離れた時の経験とか体験ね、そういったものが生きてくるわけなんですけれども、なかなかこう日常生活に忙しさ、なんかやらないといけない後ろから迫ってくるようなものがあると、そこから一度離れてそこを全て忘れて純粋に何か環境を変えたとしても、純粋にその経験に没入することができなかったりするんじゃないかなって思うんですよね。なんか未だにこの年齢になっても子供時代の夏の思い出っていくつかあって、私だけじゃなくてみんなあると思うんですけれども、私の場合だとそうですね、
子供時代、小学校の時のこう地域の子供たちとその親御さんとか、まあ、子供会みたいなのあるじゃないですか。そういうみんなで行った川でのこう川遊びとか、あと小さい頃に父と一緒に行った海水浴場でのなんかかき氷を食べたこととか、あとはなんか夏休みの思い出といえばラジオ体操とかもありますよね。なんかそういう子供の時の記憶って、まあ、その時は実は今思い出してみるとすごく楽しいけれども、その当時はそんなに楽しくなくてつまんなくて、なんか早く帰りたいなとか思ってたかもしれないじゃないですか。だけど記憶として残る時って必ずそういったその時の自分の気分みたいなものがすっかりと浄化されて純化された状態で記憶として残るんですよね。なので思い出すと懐かしさとかだけが残っている、あの頃は良かったなみたいなね、そういうなんか過去のすごく美化された思い出といえばそうなんですけれども、だけどそういう子供時代の記憶というものが今の私たちを支えていると思うんですよね。だからお子さんがいらっしゃる方はね、お子さんを連れていろんな小さな旅行、大きな旅行、さまざま国内旅行、海外旅行、あとどんな小さなことでもやっぱりね、盆踊りに行くとか、そういう何か子ども会のバザーに行くとか何でもいいんですけれども、そういったお子さんと一緒に過ごす時間がその子どもたちのこう未来、大人になってからのこう日常の苦しさとか仕事の責任とか、そういったことを支えるすごく大切な記憶になっていくと思うんですよね。だけど大人になると割とそういうことってなんていうのかな、子供の時みたいに純粋な記憶として残らないというか、やっぱりこれって、子供時代は1年が過ぎるのが本当に長くって、小学校の6年間の記憶ってすごいこう長い、一生続くんじゃないかみたいな、そういう果てしない時間に思えましたけれども、私の年齢になってくると1年ってもうあっという間みたいな、私いつもエピソードで言ってますけど、もう早いですね、6月ですね、7月ですね、9月ですねとか、日本に住んでもう1年経ちましたとか、もう実際早いんですよ、体験としてね、あっという間に終わるねみたいな。なんかそれって時間の感じ方が子供と大人ではやっぱりこう相対的なバランスが違うから、まあ、それは仕方ないんだと思うんですよね。例えば5歳の子供にとっての1年っていうのは自分の一生の5分の1だから本当に長く感じると思うんですね。だけども40歳の人にとってみたらその1年というのはその人の人生の40分の1だから、まあ、相対的にそういうふうに感じるっていうことですけれども、だけど大人になって、例えば今20代30代40代50代の私たちにとっての例えば今年の夏の記憶、夏の経験っていうのはもう今年だけなんですよね。今私48ですけども、48歳の夏は今年だけだから、なんかこれまでの47歳の夏、46歳の夏とやっぱり差別化して、今年は今年の思い出を作って、そして来年は来年の夏を経験して、別に夏じゃなくてもいいんですよ、秋でも冬でも春でも何でもいいんですけれども、やっぱりその時その時をしっかりとマインドフルに楽しみたいんですけれども、だけどやっぱり日常っていう世界に生きてるとやらないといけないことがあったりとかね、みんなそれぞれやらないといけない責任って違うと思います。仕事だったりとか家庭のことだったりとか、あるいは両方だったりとか、大変ですよね。仕事しながらそこでの責任とか役割を果たして、で
例えばこれを聞いてくださっている方が家庭がいて、その家庭での食事とかそういった家事全般をその方がやってるとしたら、それもやって、だって1日2食だか3食だかの食事を作ったり考えたりするのってすごい大変だと思うんですよね。それが日常の ある意味での力なので、すごく日常を生きていく強さっていうのは、その日々の、あ、ごめんなさい、日常の強さっていうのは日々のそういう積み重ね、繰り返しを自分のこうルーティンとしてやっていくことによって生まれてくる強さっていうのは、何かその非日常な時が例えば嫌なこととかすごくきついことが起きたとしても、日常のルーティンの中にこう自分自身を持っていくことによって、一時的に忘れることができたりとか、その中に何て言うのかな、自分自身の心を安定させていくような強さがあると思うんですよね。だけどそれと同じぐらい、どこかで体験した輝きをこう摩耗させるような、こう輝きを失わせる、こう曇らせるような要素もあるんですよね。まあ晴れの日と毛の日っていうふうに言いますけれども、やっぱり晴れの日ばっかり、もうイベントごとばっかりでもダメだし、日常の日、もう普通のもう繰り返しだけっていうのでもやっぱダメなんです。バランスなんですけれども、でそれを晴れの日、そして何かイベントを新たに体験して、そして新しい自分にとっての記憶を作るのに、夏とか夏休みっていうのはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なので今回のリトリートでは、もう日常を離れて自分自身にご褒美を与えるっていうのがリトリートの言葉の意味なんですよね。なのでそのリトリートっていう言葉に従った、日常を離れた場所での思い出を作る、そして自分の今年の、私たちの今年の夏の記憶をしっかりと作っていく、体験していく、でその私たちの今年の夏の経験が、例えばこれから来る40代50代60代70代80代の日々をなんか支えるこう記憶になったらいいなっていうふうに思っているんですよね。まあ参加される方が30歳の場合は、30代の場合はこれから来る40代50代60代、40代の方は50代60代70代80代になった時でも思い出せるような、あの夏にこういう経験をしたなとか、こういう発見があったなとか、こういうものを一緒に食べたなとか、そういう何か鮮明な記憶になるような、そういう体験をしてほしいなっていうふうに思ってるんですよね。なんかただ一緒にヨガの練習して何かを、なんだろう、美味しいもの食べてとかでもいいんだけども、やっぱりマインドフルになっていくためにこういろんなお話をしていきたいんですよね。マインドフルっていうのは、そのリトリートの期間中ももちろんですけれども、そのリトリートを離れた日常でも使えるようなこうアイデアについてお話ししたりとか、あとはカリキュラムには書いてないんですけれども、マントラチャンティングの時間を作ったりとかもしてみたいなっていうふうに思っているんですよね。リトリートに関する詳細はオフィシャルサイト、そしてインスタグラムの方にもアップしていますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。こちらは残り4名の枠となっています。はい、ちょっとお知らせだけで24分ぐらい喋ってしまったんですけれども、はい、今日をお話ししたいのはですね、結構セッションをしていて、たくさんの方がおっしゃることの一つに、何か自分がしたいことをしたいけれども、自分の思うようにやっていきたいけれども、人の目が気になってしょうがないっていう方が結構多いんですよね。で、もちろんね、自分のことをね、しに生まれてきてるので、自分のことっていうのは自分の興味のあることを興味のあるがままにやっていくとか、やっていく中で
出てくるこう様々な感情的なリアクションですよね。行いに対する結果、やったことに対する結果、行為と反作用ですよね。そういったことをしに来てるんですよね。それは例えばなんだろう、スポーツであっても何か勉強していくことであっても、うん、勉強したりとか何か体を動かすことだけじゃなくって、本当に他の人には全く興味のないことだけど自分にとってはすごく興味のあること、でなんかそれがたまたまこうすごく目立つことだったりとか、世の中ですごくいいとされるもの、クールだと思われるものである必要はなくて、なんかこの人ちょっとオタクだよねっていう風に思われるようなことであっても全く問題ないわけですよ。なんかオタク気質の人って何か掘り下げて深く理解してその自分の世界を作っていくことに長けているし、やっぱりなんか集中力もある人が多いんですよね。なのでどういうテーマであっても自分のやりたいことをやっていくっていうことをみんながすればいいんですけれども、なんか自分がこういうことやってたら誰かがこういうふうに思うんじゃないかっていうふうな、自分の行いとか発言とかやっていることに対して人がどう思うか、自分のことをどう見るかっていうことをすごく気にする人が多いんですよね。でそれって性格もあるし、気にしなくていいんだよって誰だって言えると思うし、そんなの気にしなくていいんだったらもう最初から気にしてないけど、気になるから気になるんですよね、そういう人はね。じゃあどういう人が気になるのか、人の目を気になるのかっていうのももちろんホロスコープとかにも出てるんですよね。神経質な人って世の中にいますけれども、神経質な人ってね、彗星という情報とか知性とかそういったものを表すテーマを表す天体と、制限とか責任とか管理とかそういったものを表す土星という天体が難しい角度を取ってたりとかすることが多いんですよね。でそれが例えば1ハウスっていう自分自身を表すところに土星が入っているとか、あとは社会を表す10ハウスとか自己表現とか自己実現みたいなことを表す土星に入ってたりするとね、土星がね、またそれはそれで社会的な、自分自身をすごく社会的な生き物として扱おうとする側面が出てくるので、なんか自分のことよりもどう見られるか、社会的な立場として自分自身がどういうふうな存在であるかっていうことを優先してしまうっていう傾向が、まあ、出てくるんですけれども、だけど周りがどうか、どう思うか、どういう評価をするかっていうのはもう気にしてもしょうがないんですよね。だってどんなに正しいことだと思うことをしても、自分にとってこれが最善の方法だっていうことを文章にまとめたり、それを発言したとしても、それを不愉快に思ったり、それに否定的な感情を持つ人っていうのは絶対いるんですよ。もう必ずそういう風になっているんですね。どんなに気をつけて言葉や言い回し、表現に気をつけても、そこに不快感を持つ人はいるし、その人がどう思うか、どういうふうに感じるかっていうのはその人の問題であって、その反応を受け取る私たちの問題ではないんですよね。人のことはコントロールできない、これはいつも言ってますよね。だって自分のことはコントロールできても、だって自分のこともコントロール難しいじゃない。自分のことは頑張ったらコントロールできたりとか、それこそ日常のね、習慣の力を使って自分自身の在り方とか表現とか生き方とか習慣とかを自分自身が望む方向、進んでいきたい人物像にこう少しずつトランスフォームしていくってことは可能ですけれども、人の成長段階とか人の人格とかその人の物事の受け取り方の癖なんて、もう誰にもどうしようもできないんですよね。それが
親子であっても夫婦であっても兄弟関係であってもどんなに近い人でも遠い人でもそれはできないんですよね。だから自分自身がいいと思って言ったことやったことがその人にとっては何かふんって鼻で笑うようななんかバカにされるようなことだったりしたとしても、その人がなんかこうふんって鼻で笑っているのはその人の受け取り方とその人のなんていうのかな、考え方とかのパターンなわけであって、その人の評価イコール自分の評価、自分自身の価値っていうものでは決してないので、気にしてもしょうがないんですよね。で、人の目がすごく気になる人ってやっぱり自分自身もその他の人がやっていることとかした発言とかそういったことをすごく気にして見ている傾向があるので、やっぱり人をどう見るかっていうのが自分自身をどう見るかで、自分自身をどう見るかっていうのが人をどう見るかっていうということですよね。だから他人に対してすごく批判的にどんなにこう心を尽くして言葉を選んで表現を選んでやったとしても、その人がすごく批判的になったりとか感情的になったりとかする人っていうのはやっぱり自分自身の日常においても自分自身に対してすごく批判的だったりとか感情的になったりとかで、その感情のパターンを作り出しているバックグラウンドっていうのもちゃんとあるわけですよね。なので私たちがやっていかないといけないのは、他人の感じ方のパターンを変えたりとか、その人自身の在り方とか物事への反応のパターンを変えようとか、その人の価値観に、その人の自分の価値観にその人の価値観を合わせるとか、その逆とか、そういうことでは決してないんですよね。まず自分自身の感じ方、在り方の物事への反応のパターンみたいなものを浄化していく必要があるんですよね。で、やっぱり自分自身のこう大切にしているものとかこととか経験とか、それが音楽でもね、例えば趣味でも何でもいいんだけど、そういった自分自身が感動するものに同じように感動したりとか、自分自身が美しいと思う世界観を同じように美しいと思うような人とつながっていくことだったりとか、でそれについて共感したりで情報交換をして、その分野に対する知識とか理解を高めていくこと、そっちの方がよっぽど大事なんですよね。で、その世界観をバカにしたりとか、くだらないって思ったりとか、あるいは嫌いだと思ったりする人に、一生懸命そのものの良さをね、説明して回る必要はないんですよね。なんか今、推し活っていう言葉がすごく、すごくよく聞く言葉なんですけれども、何か応援したい人や、テーマとか、そういう、何かに対しての同じように共感する人たちとつながっていくと楽しいじゃないですか。例えばそれがアイドルだったりとか、あとミュージシャンとか、あとバレエダンサーとか何でもいいんですよ。そういう自分自身の興味そして感動することを分かち合う人とつながっていって、そしてその人に教えてもらったことを、あるいは自分自身が知ってることでその人が知らないことを教え合ったりとか、そういうことをしているとなんか気にならなくなってくる気がするんです、人の目なんて。例えば私は体にいくつかタトゥーが入ってるんですけれども、で日本に帰ってきてからまた新しく、まあこの年になって前からあったんですけども、また新しいタトゥーをたくさん今入れている途中なんですよね。で、ずっとスペインとかにいたので全く気になってなかったんですけども、やっぱり日本
は文化的に、特に私が住んでる田舎なんかだと割とそういう体中にタトゥーが入ってる、体中でもないんだけどね、体にタトゥーが入ってる人に対して批判的な人が多いんじゃないかと思ってたんですよね。まあ実際批判的な人はいると思うんですけれども、だけど私自身がすごくそのタトゥー入ってることにコンプレックスを感じたりとかね、なんか後ろめたい気になったりとか、私のタトゥーを見て嫌な気分になる人がいるんじゃないかっていうのを、最初の引っ越ししてきて最初の何ヶ月かすごいそれがあったんですよ。で、なんで私こんな風に感情出てくるんだろうって割と不思議だったんですよね。そんなこと考えたことなかったのに。で、温泉とかに入るとすごく恐縮してたりとかしてたんだけど、その時にね、ふとそのことについて考えたんです。自分自身 のいいと思ってるもの、自分自身が表現したい、別に表現したいことはないんだけど、自分自身がこうなんていうのかな、やりたくてやったことに対して批判的に思う人とか嫌だなって思う人がいたとしても、別にそれはその人の問題だし、まあ私の問題じゃないんじゃないかっていうことに、なんていうのかな、もともとそれは思ってたんですよ。分かってたんだけど気がついて、でそうすると気になってた時はね、すごく批判的に見てくる人とか、すごく私を軽蔑するような目で見てくる人とかにスーパーマーケットとかで会ってたんですよね。だけどどこかで、あ、違う、私が生きてる世界観ってこんなんじゃなかった、なんでこんな風になっちゃったんだろうっていう、まあこれもね、日本に馴染んでいくためのなんか必要なプロセスだったのかなって思うんですけど、今ではね。でそういう気づきがあった時に、すごく新しい形の、私が、あ、これ素敵だなって思う形のタトゥーを入れている女性のインスタグラムを見つけたんですね。ですごく直感的に、あ、これだと思ってすぐに連絡をして、ですぐに伺って、でちょっといろんな話を、すごい素敵な人なんですけれども、デザインを作ってもらって、でインドの女性の、インドの少数民族のラバリ族っていう民族の女性が入れている模様と、あとはね、クロアチアのノマドの人たちの中で使われていた模様を少しアレンジしたものとかを組み合わせて作ってもらったんですよね。で割と比較的目立つところに入れたりとかしたんです。でそれはなぜやったかっていうと、なんかちょっとその時の気づきをね、なんか自分にとってすごく形に残る状態で、記憶とかそのインスピレーションを形として残る状態にしておきたかったんですよね。でそこからまたさらに増え続けているんですけども、背中とかにもちょっとあったものをリメイクしてもらったりとかね。そう、そしたらそのあたりからなんかこう出会う人も変わってきたんですよね。なんか全くその今までこう思われるんじゃないかとか、こう思われたらどうしようみたいな、なんか私にとっては割と新しい、なんか不思議な感覚ですよね。ずっとそこに悩んでたんだけど、なんでこんな感情になって不安になるんだろうと思ってて、あ、そっか、ここ日本だからだみたいな。でそのチューニングが終わって、新しいタトゥーが入ったあたりから全くそういう人とすれ違わなくなってきた、会わなくなってきたんですよね。実際にはいるんだと思うけど、全く目に入らなくなってきたんですよね。で出会う人、私が住んでるこう敷地、別荘地内の人たちってもう年齢関係なくみんな素敵な人が多くて、80代のお友達とか70代のお友達もいるんですけども、皆さんこう散歩中にね、で道で顔を合わせると、え、何それ、新しいの入れたのって言って聞いてくれて、そうなんですって言って、このデザインのストーリーをお話しすると、すごく素敵ねっていうポジティブな言葉を本気で目とかをキラキラさせながら言ってくださったりとかね。でその時にね、人の目を気にしても本
当に本当に意味がない。だってその時に自分に対してネガティブに思った人のそのエネルギーに影響されて自分自身の在り方みたいなことを変える必要なんてもう全くない、もう本当に全くないんですよ。自分であることほど、自分自身でいることほど大切なことはないんですよね。で、同じように私たちは自分と全く違うことをしている人に対して寛容であるべき、あるべきっていう言葉はあまり使いたくないけど、あった方が絶対いいんですよ。自分の中にそんな衝突の感情なんて生まなくて、作らなくていいから、好きなことすればいいんですよ。法律とかねに触れたりとか、人に迷惑かけない範囲でね。で、例えばタトゥーに関して、だってそれは人の迷惑だからっていう人がいたとしたら、それはそういうふうに考えるその人の問題なんですよ。だって人の姿形がどうだからって言って、それをいいとか悪いとか言えるほど偉い人なんていませんし、そもそもその人はそんなことを人に言えるほどじゃあ立派な方なんですかっていうことですよね。今日ね、整体に行く車の中で、たまに見るおじさんがいたんです。たまに見るというのは、その方ね、自転車を漕いでるんです。あんまりこう自転車とか見ないんですよね、車社会だから、このエリアはね。で、自転車に乗ってるんだけど、おじさんなんですよ。本当に普通の、もうすっごい細いガリッガリのおじさんなんだけど、頭のハゲだね。でもいつも自転車を乗ってる時にフリフリのスカート履いてるんですよね。で、楽しそうに自転車こいで、ハゲたおじさんがスカート、毎回なんかね、黒いスカートだったり白いスカートだったりするんですけども、スカートを履いて自転車を漕いでるんですよね。でもなんていうの、楽しそうなんですよ。いいじゃないですかね。なんかおじさんがスカート履いちゃいけないとか、全然迷惑かけてなくないですか。迷惑っていうのは、なんかその格好してなんか誰かを追いかけ回したりとかするのはちょっと迷惑ですよね。あとはなんていうのかな、大声で怒鳴り散らす人とかね、公共の場所でね、とか、そういういわゆる迷惑行為っていうのは定義としてあると思いますけれども、例えば個人の趣味でスキンヘッドにするとか、ピアスだらけにするとか、すごくエキセントリックなファッションをするとか、あとタトゥーを入れるとか、その人の自己責任で個人の趣味の範囲でやってることっていうのは、それを見て誰かが不愉快に思うとか、その誰かを不愉快にさせないためにその人を出入り禁止にしましょうっていうのは、本当に甚だおかしな話なんですよね。ありがたいことに、私タトゥー入っていても別にこの辺りは温泉とか入れるんですよね。もちろんなんか健康ランドみたいなところとか、スイミングプールとかは入れないと思うんですけども、それもおかしな話なんですよね。日本のね、そんなのやってるの多分日本だけですよね。タトゥーが入ってる人が海水浴場に入れないとか、隠せって言われたりとか、それもこれタトゥーの話だけじゃなくてですよ。それって例えば身体的に何か特徴がある人はそれをやっちゃいけませんよって言ってるようなものなので、なんかそういう社会に生きてるから人の目が気になる人が多い、つまり人の目を気にしないといけないぐらい息苦しい世界にいるってことですよね。私たちが社会にいるってことですよね。で、もう外国から帰国してこの国に住んでるから、あんまりね、昔住んでいた国のことを持ち出してああだったこうだったっていうのもちょっとどうかなと思うんですけども、長い間インドとかスペインとか、あと他の国を旅して住んで思ったことは、その国の問題とか住みづらさとか、そういうことはもちろんね、そのどの国にもあるし、どんな国にもその国の守らないといけないルールとか、読まなきゃいけない空気っていうのは絶対あるんですよ。だけど身体的特徴とか、あとこういう特徴のある人は出入りは
ダメとか、あとね、人のことをすごく笑ったりするのって、あの何かその人と違うところを上げてすごくバカにしたり笑ったりとかっていうのはあんまり他の国ではないんですよね。身体的特徴を話題にすることとかもあんまりないんです。だから外国人に顔ちっちゃいねとか足長いねっていうその身体的特徴はその人にとってはなんかコンプリメントしてるつもりかもしれないけど、すごく動揺されますよね。あのあんまり言わない方がいいことなんです。顔ちっちゃいねとか色白いねとか、あの金髪だねとか、あのなんていうの、そういう身体的特徴、その人だけが持つキャラクタリスティックな部分っていうのをわざわざ口にすることってあんまりしない方がいい。というのは多分大陸だといろんな血が混ざってるから、身体的特徴いろんなキャラクターを持つ人がいるから、あんまりそういうことを話題にしないんだけど、日本はやっぱり島国でね、あの単一民族なので同じ見た目みんな違うけど、ちょっと特徴似てるじゃない、髪黒いとか、なんか肌があのなんていうの、アジア人の肌だとか。だからなんかそういう韓国とかもそうかなと思うんだけど、身体的特徴に対してすごく反応、センシティブじゃない、ある意味でね。で違う人に対してすごくあの言うんですよ、足長いねとかね、で年いくつみたいな、そういうことをすごく聞くんだけども、あんまりそれ他の国ではやらない方がいいし、もうちょっとすごく時代遅れというか、ダイバーシティなこう、あり方みたいなね、いわゆる風の時代的な、こういろんな人がいていろんな個性があってみんな自由でそれでいいじゃんみたいな、そういう世の中の流れからちょっとこうあのずれていくことなんですよね。何話してるか分かんなくなってきたけど、あの人の目を気になる、人の目を気にする人っていうのは多分自分自身も人をそういうなんかあのなんていうのかな、注意して見てる可能性があるので、他人を見て、その他人を見た時の自分の反応のパターンみたいなことを見直していくと、なんかちょっと自分が人を気にするそのなんていうのかな、パターンみたいなものが見えてくるかなっていうふうに思います。で私たちが目指していきたい、あの目指していく方向っていうのは、やっぱり自分も他人もあのいいところも悪いところも、あの違いも同じ部分、似たような部分も全部こう受け入れて一つになっていくっていう、そういうところですよね。衝突して違いとかにすごく反応して怒りとか、あのなんていうの、侮蔑の気持ちを向けるんじゃなくって、その人の人との違いに美しさとか、尊敬とか、あと、まあ、そこまでいかなくても受け入れることとか、そういうところですよね。そこがやっぱり自分自身の中に、必要じゃない衝突を生まない、練習の一つかなっていうふうに思っています。この間オンラインヨガスクールの、クラスの後に衝突のないっていうテーマについてちょっとだけお話ししたんですよね。私たちの体の中にチャクラがあって、そしてその主要なチャクラっていうのは背骨沿いに7つあるって言われてるんですけれども、胸の中心にあるチャクラですね、無条件の愛情とかに関する部分なんですけれども、それがアナハタチャクラっていう呼ばれるチャクラで、アナハタというのは衝突のないっていう日本語で訳され方をするんですね。で衝突がないっていうのはどういうことかっていうのは、いいとか悪いとか好きとか嫌いっていうすごく分離したその価値観とか私たちのエゴが作り出す部分ですよね。そういったものから自由になっているってことなんですね。どんなものでに対しても、いい悪い好き嫌いで判断することをせずに、それを手放してこの出来事、その人あり方に対して自分自身も衝突のない姿勢で臨む、衝突のない心で向き合うみたいなことですね。
で、その時にお話ししたのが、私たちの右手と左手を胸の前で合掌するっていうヨガの最初の練習の最初と最後で使うこのポーズが、例えばこれは私の考えですけど、左手というのは体の左側にありますよね。私たちの体というのは左側が女性性で、脳に関しては右脳ですね。右脳が女性性、そして体の右側、右手や体の右側、そして左脳は男性性。これは男性性女性性っていうのは、男性女性っていうジェンダーの話ではなくて、宇宙のエネルギーの女性性のエネルギー、シャクティエネルギー、あるいは陰性のエネルギー、これは物事を受け入れたりとか静かなこう状態で向き合っていくエネルギーですね。内省のエネルギー、自分の内側を見ていく力ですね。そして反対側、男性性のエネルギーというのはやっぱり芝エネルギー、前に出ていく力、戦う力もそうですね。自分自身を外に出していく、打ち出していく力、どっちも必要なんですよね。ちょっと攻撃的、男性的、アグレッシブなエネルギーと、パッシブな女性的な受け入れる力っていうのが私たちの中に両方あって叱るべきなんですね。その両手を衝突のない状態に持っていく、胸の前で、アナハタチャクラの前で合わせるっていうのは、やっぱり自分の中の男性性と女性性を衝突のない形で統合しますっていう、そういうこうジェスチャーなんじゃないかなっていうふうに最近すごく感じていて、で、自分の中に衝突のない状態が作れたら、自分のことを取り巻く外の世界に対する衝突もなくなっていく。で、私たちがヨガの練習で目指していく部分っていうのはシャンティ、平和、争いがない、衝突のない世界観ですよね。みんながみんな自分の在り方で、自分自身の生き方を受け入れられて、安心して喜びの中で生きていく、そういう世界を目指しているわけですよね。なのでやっぱり人の目を気にするっていう自分の心の動きっていうのは、もしかしたら自分も人のことをすごく見ていて、そこに対してすごく結構大きな反応、心の反応を持っているんじゃないかっていうことに気づいていくチャンス、ヒントなんじゃないかなっていうふうに思っています。だけど言葉でね、周りがどう思うか気にしてもしょうがないからって言って、あ、そうですか、そうですよね、気にしませんってなったら、誰だってそんな気にしない道を選ぶし、そんな簡単じゃないからみんな悩むんですよね。なので私が伝えたいのは、伝えられるのは、伝えられてるかどうか分かんないけど、私が伝えれるとすれば、そういうふうに自分の心の反応を気づきのヒントとして、あ、私もしかしたらこういうふうに思ってるから、こういうふうに感じてるんだな、で、そもそも私たちが目指していく世界とか、作っていく世界っていうのは愛のある世界で、平和なシャンティな世界だから、自分の中の男性性とか女性性ね、受け入れる力と前に押し出していく力を統合していこう、そのためにじゃあできることをやっていこうみたいなね、そういうことじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい、まあね、みんな思い悩まずで、ね、今に意識を向けて、自分にとっての楽しい時間、経験みたいなことをね、大切にしてほしいなと思っていますね。意見の違いとか、そんなことにも喜びとか感謝を向けていくといいんですよね。私も私の夫と全く生きてる世界観とか大切にしてるものとかは違いますけども、なんかあまりに違うと、やっぱりこう、あ、この人こんな風に考えるんだ、面白いなみたいな感じになるんですよね。それをこう面白いと思えるか、すごく、あ、もうこれちょっと無理だなって思うかは、やっぱり相性なんですよね、人間同士の。最近こうセッションで相性を見ることがすごく多いので、相性の合わない人といると別れるとか、そういうことじゃないんですよ。問題は増えると思うけども、やっぱりそこを乗り越えていくことで自分自身が成長するし、相手も成長するし、そして結束も深まっていくんですね。相性がいいとあんまり問題にならないだけで、
問題にならないっていうのは、その違いが別に気にならないから、あ、そっか、そういう風に感じるんだ、面白いなみたいな感じで終わるんですけどね。でも相性がいいから悪いとか、ごめんなさい、相性がいいからいい、シンプルにいい、相性が悪いからその関係はダメ、そんなものではないです。一緒にそれを経験して乗り越えて、一緒にそれを衝突のない形に作業していくのが夫婦であり家族であり、そしてコミュニティであり友情なんですよね。はい、そんな感じですかね。今日は最後にもう一度、お知らせを挟んでおきますね。先生学入門コース、オンラインコース1期生の募集、10月開講になっています。こちらは、こちらと9月のリトリート、大人の夏休み、ミッシングサマー、夏の終わりに今年の素晴らしい思い出を作って、その思い出、その記憶が私たちが何年経った後でも思い出して、あの時の匂いとか、あの時の味とか、あの時の雲の形とか、それを見て、あ、懐かしいな、あの時素敵だったなっていう風な思い出を持てるような、そんな時間にするリトリートですね。この2つに関してはお知らせ、詳しく詳細はウェブサイトの方で確認していただけます。今日も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。東山でした。